結構効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。スタイル良くなりたい、気になる部位が変わりにくい、そういった方のほとんどが体幹が弱いんです。立って行うメニューや寝たまま行うメニュー、ほとんどが体幹を使わないアウターマッスルを使うエクササイズが多いんです。インナーマッスルを別で鍛える必要がやっぱりあるんです。インナーマッスルをしっかり鍛えることによって日常的に使われる筋肉が多くなる、エクササイズ中に使われる筋肉が多くなります。体型変えたい、痩せたいって方はまずインナーマッスル鍛えることをお勧めします。頑張っていきましょう。そして一番最後にとっておきなメニューを紹介してますんで、頑張ってクリアしてください。今日も一歩前進しましょう。体幹は胴体部分の筋トレメニューになります。いきなりやってしまうと腰痛める可能性があります。まずお腹と腰を伸ばしてから体幹に入っていきます。上向いた状態で膝を抱えて腰を伸ばしていきます。リラックスしながら腰を伸ばしてください。意外と楽じゃんと思っても後半マジできつくなりますから頑張ってください。腰を痛めると大変ですからね。今度はうつ伏せです。うつ伏せから脇の下に手をついて上体反らしましょう。腰硬い人は手の位置を少し前にしてください。これでも難しい人は肘ついて上体反らしです。しっかりお腹を伸ばしていきましょう。はい、このまま足肩幅で体をこのくらい持ち上げます。前もも少し床から離しましょう。お尻が上がらないように肩から膝までまっすぐ、まずは慣らしていきましょう。つま先はね、どっちでもいいです。それないように注意です。OK、 次はつま先立てて膝を上げる、チク、これを繰り返します。膝を伸ばしたらまた膝をつきます。少しずつ体幹を鍛えましょう。OK、 今度は肘をクロスしましょう。こういった感じです。これでキープしましょう。もしね、疲れたら膝ついてまた膝を上げてください。できる人はこのままキープ。結構キープって大変なんで、もしね集中力切れそうならちょっとね体を揺らしてもいいです。これでねキープ。 OK、 今度はねこのまま膝を振ってみましょう。スマホ見ながら、これ結構きついですよね。胴体部分もねしっかりひねってるんで腹斜筋がね鍛えられます。体がずれたらねまた戻りましょう。今度は肘をまたまっすぐ、そしたら
膝を伸ばしてお尻を振る。お尻をちょっとね振りましょう。できれば体が左右に触れないように腰だけ動かす。一回正面に止まるぐらいのイメージ。ちょっと難しいと思いますが、見よう見まねでいいです。OK。 じゃあ今度はね、手に顎を乗せます。これで膝ついて、これでキープ。腰反れないようにね、しっかり腰丸めてください。この次で終わりです。だいぶお腹に効いてますよね。これでキープ。うわー効いてきたわ。よし OK。 ラストは今ので膝を浮かせる。これが最後。頑張りましょう。よっしゃよっしゃ、ラスト。体があんまり前に行かないように、できれば肘の位置で顔。うおー効く。辛い人はね、頑張って降りてもいいし、頑張ってもいいし。うおー効いてる効いてる。いてててててて。うわいてて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 。よっしゃ。お疲れ様でした。レベルがね、3種類ぐらいに分かれて繰り返してやったんですけども、しっかりお腹を長い時間使うと効いたと思います。よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。